Y モバイル放課後ドラマシリーズ。俺ずっと前からシナのことが好きだったから。あ、いやでも別になんかそんなスーに付き合ってほしいとかじゃなくて、もし本当にこっちにいることを選ぶのならその時に考えてほしいなって思って。ありがとう。じゃあまた。何が？こっちにいて後悔してない？するはずないでしょ。帰りたいって全然思わない？何が言いたいの？これでいいじゃん。何が不満なの？帰ったって自分に嘘ついて我慢して人の顔色ばっか気にして辛いだけだよ。もう諦めなって。こっちにいた方があんたも幸せだよ。いいよ疲れる。分かった、リムジンパーティーとかやっちゃう？するかバカ。なんだよ急。あと1ヶ月で久しぶりの誕生日ですが、行きたいとこ決まりましたか？やめろよ。いいからほら、いやいつも通り普通でいいよ。ダメ、ちゃんと二人で過ごさなきゃ。だからいつも通り普通でいいって。じゃあとりあえず学校終わったらいつもの公園で待ち合わせ。それがいつもと同じじゃん。いいの、いつもと一緒で。ちょっと待って。はい、チーズ。
ボーリングだ。え、みんなクラスみんなボーリング大会行こう。どう？うん、よっしゃ決まり。はい、皆さん、明日は美咲君の誕生日です。授業終わり次第教室集合してボーリング場へ向かいましょう。詐欺って、お願いがあるの。ワイモバ学割は全話余裕で見れちゃう大容量。パラスクはワイモバイルの提供でお送りしました。ドラマでは描かれない生徒たちの毎日を投稿中。今すぐフォローしてパラスクをもっと楽しもう。フォローよ、チャンネル登録もよろしくお願いします。